オロチが降臨した。圧倒的な力を誇るオロチは時空を歪め、三国志の世界と戦国の世を融合、三国戦国の英雄たちに戦いを挑んできた。魏軍呉軍はオロチの力の前に屈服。蜀の将趙雲も上田城の力を似てオロチの虜となっていた。脳裏に鮮やかに残る主劉備が倒れる光景。囚われてもうどのくらい経ったのだろう。あの日突如現れた魔王オロチの名、世界は歪む、国は滅んだ、世は魔王の恐怖に追われ、陣は廃れ、劉備殿も死んだ。来賊は死なんだ。わしは島津義弘、名は明かせぬ、ある御仁の差しで参った。劉備さんは生きています。本当か。行方は知れぬ。だがそなたの魂は輝きを取り戻したようだ。若き劉備、大徳のために再び登ってみるかね。侵入者だ、侵入者を撃て。その前にまずは追っ手を片付けましょう。今日死流、この南極を乗り越え大徳のもとへと急ぐ。溶岩の敵は成功、むやみに飛び出しては叶うまい。まず西へ進み脱出地点を目指す。あの仙人のようだが、もしや音に聞く差しどもか。Oh!
これより先敵本体がいるわ。修羅城は決して手を出さない。剣山火が出るぞ。西寄りの道へと進むが火が出るぞ。長子流剣山行くわ。はっ、やっ、さま、はい、さては脱獄者だ。覚悟しろ。敵将打ち取ったり。妖精はこれに出たり、はい、気が来たればまた現れよう。はっ、はっ、はい、はい、これまで、はい、やっ、大死流来た。行くわ。身が出るぞ。せっ、うん、せっ、はっ、